はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、俳優の東出昌大さんがですね、女優の唐田エリカさんとのですね、まあ、不倫が発覚してですね、今ですね、女性中心にめちゃくちゃ叩かれてるんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細プラスですね、それと対比することによって見えてくるですね、じゃあ逆に不倫をしても全く許されるですね、芸能界最強男とは一体誰なのかということについてですね、まあ、僕なりにいろいろと話していきたいと思います。まずですね、今回の件をですね、振り返っていきます。はい。まずですね、この東出昌大さんという方はですね、まあ、俳優さんとしてものすごく有名ですね、有名作品にいっぱい出てですね、もちろん主演とかもいっぱいやってます。はい。そんなですね、東出さんがですね、アンさんというですね、まあ、これまたですね、有名な女優さんとですね、昔結婚したんですね。でですね、この2人はですね、本当におしどり夫婦って感じですね、有名な夫婦だったんですよ。はい。まあ、いわゆるですね、結婚式の時のですね、写真だったりとか、そういうのもいっぱいね、世に出回ってですね、それはですね、ものすごく仲睦まじいんですよね。まあ、本当なんていうんですか、美男美女のラブラブカップル、ラブラブ夫婦みたいなね。まあ、そういったですね、イメージの良さがですね、ものすごくついてた方なんですね。で、さらに言うとですね、最近では子供ができててですね、3人いるんですよ、3人。でですね、その子供と一緒に撮ってる写真だったりとか、子供と一緒にお出かけしてる写真みたいなのもですね、結構掲載されてて、まあそういうのも含めてですね、さらにですね、このね、いい家族みたいなイメージが加速していった部分があるんですね。はい。まあそんなですね、いわゆるですね、いい家族だったですね、この5人家族がですね、今ですね、別居してるってことが分かったんですよ、まず。でですね、しかもその別居の原因が何かっていうと、この東出さんが唐田さんという女優さんとね、まあ言ってみたら不倫してるっていうことが分かったからなんですね。でも、まあただですね、その不倫の内容もね、またかなり悪いと言いますか。まあ今回の件っていうのはですね、主に女性の方、世の女性の方がですね、本当ブチギレてるっていうか、まあブチギレプラスマジキモいんですけどみたいな雰囲気になってるんですよ。はい。でですね、その女性の皆様がですね、なぜここまでね、これに対してキモいと思ってるか怒ってるかっていうとですね、この不倫の内容にあるんですよね。まず第一に言いたいのが、この唐田さんがですね、まだまだ未成年のところから不倫がね、そのね、進行してたってことなんですね。まあ、唐田さん自身はですね、まあ、すでにですね、20歳を超えてるんですけど、その不倫が始まった段階ではまだ19歳、未成年だったらしいんですね。まあ、アンさんに比べると、まあ、はっきり言って結構年下じゃないですか。やっぱりですね、世の女性からすると、自分のパートナーがですよ、自分よりもかなり年下とそういう行為に、ね、及んでるっていうのは、まあ、より腹立つ部分であったりするわけですよ。まあ、自分と同年代、まあ、もちろん同年代くらいの人とね、不倫してでも怒りますよ、女性は。ただやっぱり、自分よりすごく若い人と不倫してたっていうのはね、やっぱりこう、女性の中で怒るポイントにあるらしいんですね。で、さらにですね、それが3年間続いてあって、ここですよね、この長さ。まあ、いわゆるですね、一晩の過ちだったりとかね、1回、2回の過ちに比べて、3年間ずっと続いてた。やっぱこれはですね、またね、女性が怒るポイントではあるんですよね。世間もそうですし。まあ、アンさん自身もそうだと思うんですけどね。はい。で、さらに言うとですね、これがね、一番きつかったんですけど、アンさんがですね、妊娠してる時ですね、そういう時に、まあ、唐田さんと不倫が続いてたって、ここなんですよね。もっと、もうなんだったら、ここが下手したら一番でかいかもしれませんね。あの、世の女性の人たちが一番引いてるのは。まあ、やっぱりですね、女性にとってですね、妊娠出産っていうのは、ものすごく大変なことなんですよね。まあ、僕も男なんでね、正直、まあ、僕も男だし、まだ結婚もしてませんから、まあ、それが具体的にどれだけ大変かってことはなかなかわかりづらいんですけど、やっぱり女性からするとですね、その妊娠出産っていうのはもうね、ちょっと言い過ぎではなくですね、もう結構命がけみたいな部分があるわけですよ。もう本当に体力も精神も全部すり減らしてね、赤ちゃんというものをこのようにですね、もう何ヶ月もかけて産み落とすわけじゃないですか。それって本当大変なことらしいんですね。ってなった時に、そんな大変な思いをしてですね、その女性側が一生懸命戦ってる時に、いわゆるパートナーがですよ、自分よりもですよ、もうすごく若い女性と、しかも未成年と何年間も不倫してたってなったら、まあそれは怒って当たり前ですよね。まあそういうのもあってですね、アンさんと、東出さんは今別居してるって状態なわけですよ。はい。でですね、まあこの二人のですがですね、不倫してるっていうのは、まあはっきり言ってもこれはね、確実な話でして、というのは何かというとですね、この報道がなされてた際にですね、まあ二人のですね、まあツーショット写真みたいなもう掲載されちゃってるわけですよ。はい。まあそれがですね、まあ言ってみたらね、お酒を飲みながら顔をめちゃくちゃね、ひっつけてるみたいな、もうほんとカップルだろこれ、みたいなね、写真なんですよ。でですね、実際問題これに関しては、もうですね、その唐田さんの事務所も東出さんの事務所もですね、事務所発信でですね、もうね、コメントを出してます。で、そのコメントの内容はですね、まあ、いわゆる不倫をしましたと、はっきりとは言ってないんですけども、今回の件は、認めた上でですね、まあ、言ってみたら、ものすごくちゃんと反省して、次回に生かしていきたいと思います、みたいなね。要は、その不倫しましたっていうですね、まあ、明言、まあ、はしないんですけども、まあ、そういうことだよねってことなんですね。で、さらにきついのがですね、この唐田さんがですね、インスタでですね、匂わせ的な行為を以前からしてたってことなんですね。唐田さんはですね、まあ、もちろん女優さんでですね、ものすごくね、そのモデルさん、モデルとかも言ってるのかな。
方なんで、インスタを頻繁に更新してるんですけど、そのインスタの内容がですね、まあ、ものすごくですね、今思えばって感じなんですよね。うん。まあ、例えばなんですけど、インスタの中でですね、その東出さんのことをめちゃくちゃ撮ってるわけですよ。うん。まあ、ドラマか映画で共演したことがあったらしくてですね、その際にめちゃくちゃ撮ってたんですね。はい。で、その辺の時にすでにまあ関係がね、もう始まってたんですけども、後々別のインタビューで、私はですね、男の人を撮るときは好きな男しか撮らないとか、そんなこと言ったりとかね。うん。まあ、もしくはですね、家でですね、ケーキを食べてる写真、まあ、ケーキを撮ってるんですけど、そのケーキがですね、2つあるんですよ。2つ。うん。で、しかも同じ種類のケーキが2つあるわけですよ。で、それを今から食べます、みたいなね。で、これもですね、普通に考えたら、女の子がですよ、同じ種類のケーキを2個食べるかって話ですよ。まあ、2個食うにしても違う種類ですよね。うん。つまり、これは2人で食べてるってそういうことなんですよね。はい。で、他にもですね、これが一番きついのが、そのね、東出さんの奥さんであるアンさんがいますよね。アンさんがですね、別のドラマに出た時に、そのドラマの共演者と写真があるわけですよ。で、その写真に対して唐田さんがですね、まあ今不倫中なわけじゃないですか。絶賛不倫中の状態で、そのね、写真にいいねを残したりしてるってことなんですね。うん。これなかなか怖い話ですよね。うん。何がいいねなんだっていうね。はい。まあ以上のですね、こういった流れからがね、流れがですね、あって、今ですね、もうほんと大絶賛で叩かれてる最中なわけですよ。なったらもう仕事干されんじゃないかってぐらいまで言ってるわけですね。うん。じゃあですね、こっからがですね、話の大事なとこなんですけども、じゃあそれと対比してわかるですね、芸能界最強の不倫男、ね、東出さんに対ですよ。東出さんと対比してわかる芸能界最強の不倫男のことは誰かっていうとですね、これ答え言っちゃいますけど、要はですね、千鳥の大悟さんだと僕は思うんですよ。うん。千鳥の大悟さん。はい。で、僕自身もですね、バラエティ番組大好き、千鳥さんも大好きなんで、千鳥さんの番組めちゃくちゃ見てるんですけど、あの人ってですね、実はもうね、不倫がですね、2、3回取られてるんですね。2、3回ですよ。2、3回。うん。フライデーとかそういうのにがっつり取られちゃってるわけですよ。はい。ただですね、どうですか皆さん、大悟さんって全くもってノーダメージですよね。うん。ね、一切ですね、それに対してですね、謹慎だったりとか記者会見とかそういうのも一切ないし、でもっと言うとそれに対してですね、大悟さんのことを嫌ってる人もいませんよね。なんか、うん、ね、大悟は最低だ、大悟は嫌いだ、もうテレビで見たくないみたいな人っていませんよね。むしろ加速度的にテレビに出てってますよね。はい。じゃあそれは結局なんでなのかっていうとですね、これね、理由が何点があるんですよ。それ何かというとですね、要は大悟さんはですね、まず最初からそういうイメージだったってことですよね。うん。要はその東出さんの場合は、先ほども言った通り、アンさんとかめちゃくちゃおしどり夫婦みたいないいイメージが先行してたわけですよ。うん。絶対に女性を裏切らないいいパパみたいなね。まあだからこそこういった裏切ったような行為をしてしまうと叩かれてしまうわけですね。うん。で、対してですね、大悟さんのイメージって酒タバコ女なんですよ。うん。普段から下品なことばっかりで酒グビグビ飲みながらタバコスパスパスってね、お姉ちゃんと遊び行ったみたいな話をばっかしてる人なんですね。うん。まあ、だからこそですね、みんなの中で、まあ、大悟さんってきっと浮気とか不倫とかガンガンしてるんだろうな、女遊びしてるんだろうなってイメージがありますから、別にね、大悟さんがそれをしたところでみんな怒ったりしないんですよ。あ、そりゃそうだよね、やっぱりねってなっちゃうんですね。うん。で、さらにですね、大悟さんのすごいところは、そういうのが報じられた時に隠そうとしないんですよね。うん。例えばその東出さんもそうですけど、基本的にはですね、そういう、ああいうですね、イメージのいい芸能人の方っていうのは、それを隠そうとするじゃないですか。うん。つまり、どれだけね、噂になってても、なんだったら自分からはあまり言わないと言いますか。要は、黙秘を貫く。というかね、うん、とにかくですね、その風化するのを待つみたいなところってありますよね。で、対してですね、やっぱ千鳥、まあこれは芸人さんだからってなのかもしれないんですけど、そういう報道が出た時に自分たちの番組でガンガンそれを言うんですよね。言っていじり倒すわけですよ。うん。で、そういうことをするとですね、やっぱりその隠してないっていう部分がですね、好感度の高さにつながるわけですよね。うん。あ、この人は正直者なんだ、みたいなね。まあ、誰だってそうですよね。これって僕、これね、芸人さんに限らず僕ら一般人でもそうだと思うんですけど、やっぱりですね、どっか社に構えて格好つけてるより、自分のですね、ダメな部分とかをさらけ出せる人の方が、やっぱプライベートとかね、まあ、会社とかでもそうですけど、好かれがちですよね。どっかで格好つけてるようなね、人よりも絶対そうじゃないですか。自分はこんなことをしてしまって、こんな間違いをしてしまった、みたいなことをですね、大っぴらに言える、ね、だったら言ってみんなからいじられるくらいの人の方がですね、やっぱ好かれがちですよね。で、さらにですね、大悟さんのすごいとこ何かっていうと、大悟さんこれ千鳥さんのすごいとこなんですけど、結局笑いにしちゃうってことなんですね。まあこれまたですね、僕ら一般人で考えてみてもそうだと思うんですけど、例えば誰かが誰かにめっちゃ叱られてる時にですよ、何かしらの笑いが起きちゃったりすると、なんかこのね、怒りがちょっと飛んじゃったりしません？誰か、例えば上司が後輩をめっちゃ怒ってる時に、後輩が変な髪型してその場がドカーンって笑いになっちゃうと、上司ってその後また怒れませんよね。なんかもういいかーみたいになっちゃうじゃないですか。大悟さんたちの場合はそれを自分たちでめちゃくちゃいじってですね、しかも大悟さんってやっぱね、腕がありますから、てか千鳥自体が死ぬほど面白い芸人ですから、それをあの手この手でめちゃくちゃ面白い話題にしちゃうわけですよ。で、結局そういうことをすることによって僕ら視聴者はですね、それを見て腹抱えて笑うわけですよ。あははって。で、笑っちゃうと結局もう大悟何やってんだよこの野郎、ふざけんな大悟みたいなのにもならないってことなんですね。
笑っちゃったことによって、お怒りも飛んじゃうみたいなね。はい。だからこそですね、世の女性たちもですね、別に大悟さんが下品な男だとか浮気する男だってことは知ってますよ。知ってるにもかかわらず、別に嫌いにはならないみたいなね。むしろそこが一個の魅力である長所くらいになってるってことなんですね。はい。だからですね、大悟さんはですね、これから先どれだけ不倫をしてもですね、一切叩かれないと思います。はい。対して東出さんはですね、これから大変なことが待ってると思うんでね、まあどうなってるか、どうなっていくかってことはですね、ちょっとね、追い続けていきたいと思います。はい。そういうわけでですね、この話にちょっと共感してくださってきた方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。